やっぱり上半身の使い方を意識してるようにはしてて、一日の初めクラスレッスンから始まるんですけど、それに欠かせないのがバーレッスンで、どれだけ調子が悪かったりこう体調が悪かったとしても、バーレッスンでこうその日のモチベーションだったりコンディションが決まるっていう感じがするんですね。私にはそれほど大事なことなので、バーレッスンは。でやっぱそこで、なんだろう、自分の感情だったりこの気持ちを整えるためにも、上半身をもっと大きく使ってポールドブラを使ってでレッスンするっていうことをこう心がけていて、でやっぱり足先は全てこう上半身の動かし方や使い方によってこう変わっていくものだと思ってるので、はい、特に上半身を気をつけてます。バレエ学校の時に言われてたのは、この上半身の特にこの部分、この、鎖骨の部分だったり、この胸の位置の部分をもっとこう広げてないと、この股関節も広がらないっていうのをすごく言われてて、それがアンディオールにもつながっていくからっていうことを言われてたんですね。やっぱりこう肩が巻いちゃって、全てがこう内に回っちゃうと、なんだろう、全てがこうつながって股関節も外に回しにくいっていうの、まあこう多分考えただけでもこう分かると思うんですけど、そういうところを意識してはいます。足先はもうバレエ学校の時に言われてたのが、一番やっぱり床を感じないといけない、で床は友達っていうなんかことをすごい言われてて、やっぱ床を一番感じる方法として指先を使うっていうのが一番にこう来ると思うんですけど、そう、とりあえずこう床をどれだけ感じて、床とどれだけこう、なんだろう、親しくなれるかというか、なんかこう表現が難しいんですけど、そこをこう考えながら、ポアントワークにもつながることなので、いつもこう床とこうつながってるというか、手の指先でもそうなんですけど、そこの本当に爪の部分までこう意識してっていうのを、まあバーレッスンの時からこう心がけてっていうのは、はい、ありますね。私はチャコトさんのバレーシューズを使わせてもらってるんですけど、そのまあ人によって足の形も違うと思うし、でこう素足に近いものとして、で一番自分の足にフィットする、で自分の足の形に合ったものをこう探すようにはしてるんですけど、やっぱり足の裏もを使うことにもこう意識をしていて、で今までつま先の部分とかかとの部分が離れているものだったりを使ったこともあったんですけど、今はこうつながっているものを、逆にそこを意識もっとできるように、そういったバレーシューズを使うようにはしています。